日本同時は初めてです。熱心に何話してたの？実はアドバイスをしていたのです。明日アキホは篠崎さんと初デートなので。ともかくアキホ。はい、お母さん。彼と仲良くなりたければ何事も一生懸命にやるのが大事。一生懸命ですね。そう、例えば苦くて喉に引っかかるようなものでも一生懸命に飲み込めば。待て、それは早すぎる。